東京から北に向かいまして栃木県の大田原市に来ております、サッシから映像が始まっておりますけれども、このサッシをちょっと開けてみますと見てください、はっきり分かりますけれども二重になっておりますね、いかにこの方が大きな音で聞くかということが分かります。そしてスピーカーの後ろに回りますと電源ケーブルなどのチョイスもいろいろされておりますし、それなりのノウハウで、セッティングされているようです、ずーんとカメラを引きますとようやく全貌が明らかになります、JBL のエベレスト、ドーンと置いてありますけどね、真ん中のこうアンプやプレイヤー類を見てみましょう。アナログプレイヤーが2つありまして、アキフェーズの製品マッキントッシュのアンプですね、音響のパワーアンプがあります、そのままずっとカメラが進んでいきますと、こと小型のスピーカーもありますけども、ちゃんと自作も好きということでありますね。テーブルの上にはなんとなくこのオーナーの方の、コードが置いてありまして、いよいよ出てまいりました、今日のゲストは磯京一さんです。磯さん、よろしくお願いします。磯京一です。よろしくお願いします。